こんにちは、ハルです。今日はミョンドンからお送りしています。ミョンドンに中のフラッグシップストアができたということで、そちらを見ていきたいと思います。今日着てるこれも中の服です。それでは行ってきます。中スーパーマーケットって書いてありますね。それでは入ってみましょう。本当のレジじゃない。だったら普通に着れるよ。すごいカラフル、結構可愛い服だけなのかなと思ったら、いい感じの着やすい服もありますね。結構すごい。ジーンズはいくらぐらいだろう。3万8000ウォンとか。これジーンズを2枚買ったらこの缶ケースをくれるそうです。これポーチだった。可愛くない？カバンに入んない大きい。大きい。可愛い。みんななんかもう超インスタ映えみたいな写真スポットがすごい。靴を脱いでお入りくださいだって。ここ入っていいんだね。ねえ、キャリアステッカーだって。これスーツケースに貼るやつ。かわいい。
4900ウォン。ミルキーだって可愛い。これペコちゃん、撮る人が撮ったらどこでもインスタ映えできそうだね。はい、そういうわけでミョンドンの中フラッグシップストアに行ってきました。私はレギンスを買ったんですけど、結構可愛いものもいっぱいあります。でまだオープンしてから時間が経ってないので、みんな知らないみたいで店内もすごく空いてます。ぜひミョンドンに来るときは行ってみたらいかがでしょうか。本ではねちょっと駅から歩くけど、ここはミョンドンの真ん中にあって近いから行きやすいんじゃないかなと思います。それでは今日はこんな感じです。ミョンドンの中フラッグシップストアでした。アンニョン。